いいよ。どうもバルバラチャンネルでーす。はーい、どうもです。皆さんお久しぶりでーす。2ヶ月ちょい。はい、今日はですね、そんな2ヶ月も空いてしまったんで、まあ、近況報告ですか、こんな感じで、まあ、言いたいと思います。近況報告っつっても別にそんな大したことないけどね。ありました、この2ヶ月の間で。だって夏が終わったからね。そうだね、うん、基本 YouTube ってさ、夏なんかやんねえとんじゃねえの。いやー、そんな流れだと思うけど、予定が合わなくてね。まあね、予定ね、忙しいからね、夏入れて。ね、夏からね、まるまるはね、田んぼとかあるじゃん。農家なんで、うん、足はね、忙しいっていうか、暑いっけ、何もやりたくねえかったよね。はい毎日暑いからさ、ぶっちゃけ言ってね、うん、ここ暑いんだよ、ここ、ね、最近は。だから、なんかね、キャンプもやりたかったけど、料理もやりたかったけど、ライブ配信もやりたかったけど、まあ、秋に持ち越しかなじゃあ来月、来月やる。じゃあライブ配信やろう。そうだね、寒くないか。あれ、車の中でもできるよね。そうだね、ライブ配信だったし、一回してみたいですよね。そうだね、ライブ配信、それと、まあね、みんな折り合いがつかなかったからなかなか集まれないっていうのがあったね。うん、なんかね、みんなね、いろいろあるからね、家の事情だったり、家庭の事情だったり、それ一緒意味合い一緒。まあだからさ、許してほしいですね、そこで。すいませんでしたね、皆さん、はい、今日からまた、まあ、上げておこう。上げましょうね、随時上げておこう、はい、涼しくなってきたんで。そうだね、やっと涼しくなってきたし、まあ、自分はまだ半袖ですけどね。なんでな、だから一人すぎなんだ単純になんか長袖出すのめんどくさ、いや、半袖ね。普通にタンスカー出すよ、いいだけの話ろ。いや、まだいいかなみたいな。どうしたっけな、俺。いや、中にいる分には半袖で十分じゃん。いや、でも中でも寒いけどね、最近は。ちょっと寒くなってきた。うん、寒い。俺、寒いの嫌いだし。いやー、でも、あれだね。まあ、これからね、随時、また上げていこうかなと思って。頑張りましょう。頑張りましょう。はーい。で、まあ、秋だからね。秋って何や、うん、秋、でも秋はハロウィンだからさ、うん、仮装してきて。仮装すんの、仮装、俺ら顔映さないな仮装すんの仮装秋だから、うん、色々あるからね、食欲と秋と読書の秋と読書音読する小学校の教科書引っ張り出して音読する。あ、いいっすね。一行ずつ読む、一行ずつ読む。ふぐらに、ふぐらね、漢字読めなかった恥ずかしいよねいいね。あ、そう、あるかな、でも小学校の時のやつなんてないよな。いや、ないっすね。買うしかないんじゃない。買えないでしょ。え、買えるでしょ。ちっちゃい子からもらうしかないですよ。いや、無理でしょ。ちっちゃい子だって使うでしょ。ちょうだいって言えば。どうしよっかな。いや、別に教科書じゃなくてもいいんじゃないですか、本とかでも。教科書がいいんじゃない。なんか偉人伝みたいな。偉人伝なんて、わかんない。偉人の名前わからんし。まあ、その教科書がいいんじゃない。うん。教科書が欲しいですよ。よし、やってみよう。やってみよう。はい、よし、じゃあ、この辺で。またあげます。はい、バイバイ。はい。